今日のアベプラテーマはこちらになります、はい、分断の時代にですね、論破あるいはマウントではない新しい議論の形を考えようということで、今まさに話し合えない時代になってるんじゃないかということですね。ここをどう考えるかということで、本田さんと共に考えていきますが、実は本田さんがちょうど1年前こんなお話をされていました、はい、アベプラを見てて思うがということでして、相手をもう少し受け入れた方がいいと、論破が正義みたいになるじゃないですかって、ってなって、それひろゆきみたいな、これはね、でも周りの当時参加されてた方が悪いですよね、全員西村さんっつってたんで金曜日ってみんな言ってたんで、いやそうなんです。でそれを受けて本田さんは勝ち負けじゃない、ゴールはないと、価値観は多様でいいとおっしゃってるということですね。ひろゆきさんいかがですか。いや、 やっぱ意見のぶつけ合いをやってお互いに考えたことを出すっていうのが僕大事だと思ってるので、はい、なのでなんか失礼かなとか相手が気を悪くするかなとか思うぐらいだったら言ってみるっていう方が僕はなんかお互いを理解する上では大事なんじゃないかなと思います。ぶつけてみるね、うん、本田さんどうでしょう。いやもうさすがっすね、うん、もう西村さんらしいというか、はい、でも言われた方は結構傷つくんで、私も一生懸命こうゲストの方を守るっていう仕事をしてるんですが、いやなんかやっぱりでも西村さんもエンターテイナーだから、いつもこう、はい、この人とはもう将来会わないだろうなみたいな人を徹底的に潰しに行こうとするじゃないですか、だからそれを見ててもうこの人悪い人やなと思って思いながら見てます。そうか、確かにね、あのこう忖度の塊みたいになると面白くもないから、あのひろゆきさんが切り開くとこもあるんだけども、でも言われて傷つく人もいるし、どうやって話し合ったらいいかということで、今日はこのテーマをですね、大テーマ、まさにまあこのアベプラのコンセプトとも言える、番組コンセプトとも言える話ですから、議論していきたいと思います。その議論にふさわしいですね、コメンテーターの皆さんお越しいただいております。はい、ということで、この方々とともにこの後進めてまいります。さあということで、本田圭佑さんとお送りするアベマプライムスタートです。今夜のテーマは議論。先日、議論そのもののあり方について考えさせられる出来事が。そのきっかけとなったのが、今月行われた東京都知事選で注目された石丸伸二さんです。政策で大事なのは何よりも一丁目一番地、政治再建、見えるか分かるかです。これを私がやってみせます。結果は2位と健闘したのですが、開票直後の番組での各コメンテーターとのやり取りが物議を醸しました。アベプラ MC の山崎怜奈さんもフジテレビの番組で石丸さんに質問。都知事選の公約に対して国政の規模でしかできないことも含まれていたのではと投げかけたところ、前提の下りが全く正しくないと感じましたよ。私が公約で訴えてきたことは、すべて東京都として関与できる裁量があるその範囲に限定しています。それに対し山崎さんが、すみません不勉強でと謝罪する事態に。このやり取りに対してネットでは賛否さまざまな声が。政治家は素人に対しても丁寧に説明するべきでは。出演する側にもある程度の知識や勉強は必要。自分の意見と違うものを断罪するのは分断を生む。素人は政治について語ってはいけないのか。政治の熱狂は分断からしか生まれないのか。現代社会で議論はどうあるべきなのか。石丸伸二さんご本人とスペシャル MC 本田圭佑さん、そしてひろゆきさんとともに考えます。はい、ひろゆきさんどう見ましたか。なんかその どっちも悪いなと思うんですけど、例えばその国策に部分関わる部分でって話であれば、でそれを石丸さんが否定しました、はい、であればその石丸さん地方分権的なことも言ってますよね、それは東京都の権限ではできないですよねとか明確にして石丸さんが答えやすくすればいいんですけど、それを答えないで不勉強でって言っちゃうと、あ、じゃあ難癖つけてるだけじゃんっていう風に聞こえちゃうんですよね。本当は国策に関わる部分の公約を言ってて、それがあると思ってるのであれば僕それ言うべきだったと思うんですよ。山崎さんがそれを言わないで引いちゃったっていうのが、むしろ議論をしなかったことによって余計ややこしい話になっちゃったっていう部分かなと思うんですよね、うん、まあ、議論に結果的にはならなかった部分みたいなことをどう考えるかということですね。本田さんはどう見ますか。僕は初めましてなんですけど、うん、石丸さん、
僕はサッカーやってきて、はい、もう長くメディアと付き合ってきたんですけど、ええ、僕もあの多分ご存知の人はご存知だと思うんですけど、ものすごくメディア嫌いなんです、はい、だから僕は実際に会った人にそんな喋るんですねって言われるんですけど、うん、メディアの時はムスッとしてるんですよね、はい、で僕はあのどっちかっていうと多分素人に対しての方がちんぷんかんな質問されても結構こうちゃんと答えます、ええ、でも僕はむしろサッカーの番記者みたいな人たちがふざけた質問をした時には断罪します、うんうん、なんでもう分かってない人は悪気ないって分かってるんで、むしろなんか一緒に付き合ってあげる、子供にサッカーを教えるように、うん、っていうスタンスで、まあ、やってきましたっていうところで、もしかしたらだから考え方が違うかもしれない。ですからまずそのメディアと素人の方々っていうのは対応がまあ違うってことですよね、はい、そこ素人、素人の方がむしろサッカーをめっちゃ深掘りして丁寧に一から教えてあげます、はい、でも記者が素人みたいな質問してきたら、うん、いやいやもうどんだけこの下りやってきたのっていう話になるんで、はい、それはちょっとこうちゃんとやってよっていう話が、うん、そうですよね、はい、そのあたりも含めて、今日はですね、ご覧の方々にお集まりいただきました。コメンテーターの皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあまずは何といっても石丸伸二さんですね、はい、都知事選挙お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、あれからまあ一月弱ということになりますが、どうですかこの間、終わってからの方がメディアに呼ばれるっていうね。めっちゃ忙しくなりましたね、おかげさまで、はいいうことですよね、はい、で本田さんとは初めてということになりますかね、はい、どんな印象をお持ちですか。もう今のコメントが我が家を得たりなんで、うん、一緒だなと思ってお伺いしました。そうですか、はい、ですから、メディアのコメントってあのプロ相手なのか素人相手なのかで対応が変わるっていうところです、はい、質問に対しての対応を変えてると、まあ、ミラーリングという表現を使ってらっしゃいました。はい、田原さんいきましょうか。田原さんいかがですか。どうぞ、うん、大丈夫ですか、うん、ですからそれはメディアに対してその態度を取る、対応を取られると。さっきのお話の続きで言えば、選挙特番で限られた枠の中で出てくる人は当然プロだと思って、はい、でしかもあの時画面もなくて音声だけだったりするんですね、た時に来た質問をあれこれプロの人なのかなって思いながら受け答えを終始してました、うんはい、いうことですね。そしてまたあの同じことばっかり聞かれるっていう、これメディア側のせいもあると思うんですけど、繰り返し繰り返し同じことを説明し上げる、はい、あのあたりってどういうふうに、同じことってどういうこと同じ質問されるじゃないですか。あ、どういうこと。あれはなんか皆さん気を回してくださってたんですけど、あの点については全然何も思わないです、うん、あのそういうもんですよね。あのどこかのメディアは、はい、いつも同じ質問を繰り返してごめんなさいって謝られたんです。いや、構わないですって、それは構わないと、はいはい、それが各局分かれてる理由なんで、はい、そこじゃないんですよ、私があの時に芝居出たのは、うんはい、プロとして来てるのかそうじゃないのか、うん、その立ち位置がよく分からないキャスティングだったなっていうふうに受け止めました。なるほど、ありがとう、はい、田原さんお待たせしました。まず石丸さんとは接点おありでいらっしゃいますか。いや、あの都知事選で初めて知りました、あ、そうですか、はい、それこそ結果はご存知の通り蓮舫さんを上回る2位になったということ、うん、それをまず田原さんはどう受け止めていらっしゃいますか。いや、まあ、直前まではね、小池蓮舫の戦いだとみんな言ったね、はい、だ石丸さんって名前 なかったの。ところが蓮舫を抜いて石破さんになった、うん、で大騒ぎになったね、はい、うん、どんな人物だとこう田原さんは見てらっしゃるのかっていうのはいかがですか。いや、つまりとてもいい人だと思うし、うん、真面目だと思う、うんうん、あんまり石丸さん的な特徴は、はい、僕ちょっと派遣できてない。あ、そうですか。先ほど出てたような、例えばその選挙特番でのメディアとのやり取りが賛否の声があって、それでいいって声もたくさんある、一方でちょっと失礼だったんじゃないかみたいなことも含めてさまざまな声が上がるんですが、まあ、本田さんの話にもありましたこの、まあ、メディア対応みたいなことを田原さんはどうこう考えてらっしゃるのかっていかがですか。メディアに対して何言ってもいいんだよあ、心強いですね。メディアってのはね、はい、何言われても当たり前だっていうのは基本だから、ブロックさん言われてもいい、死ねって言ってもいいんだよ。あ、一方でその後ろに視聴者がいるっていうその視聴者自分が言われたみたいだって、だってメディアは少なくともね、はい、メディアがこういうふうに出るってことは、命をかけて出てんだから殺されてもいいんだよ。ああ、そのつもりで、まあ、でも聞かれる側はそうですよね。命をかけて出ないやつは出ない方がいい、はい、でも聞かれる側はそうですよね。そうですね、はい、答える側としては、はい、特に選挙直後なんで。ひろきさんどうぞ。さあ、田原さんが先ほど石丸さんよく知らないけどいい人だと思ってたのはとりあえず横に座ってるからおべんちゃらを言ってるのか、具体的にどの部分を見ていい人だと思ったんですか。都知事選を見てです。
都知事選を見て具体的にいい人だと思うエピソードをちょっと聞ければいいなと思ったんですけど、まあ、単純に言うとやっぱりね政治家の多くはね、うん、正しいかどうかじゃなくて、はい、得か損かしか考えてない、はあ、例えば国会議員なんてね、はい、国会議員当選するかどうかが一番大事なんだよ、うん、この国はどうなるかどうでもいい、はあ、あのその意味で言うとさっきおっしゃった女性対決なんて言われてたけど蓋を開けたらその石丸さんが2位に入ってきたとなぜ石丸さんは蓮舫さんを上回ってたのかみたいなことって田原さんどう見てらっしゃいますか、うん、それは、うん、まあ、あの小池さんも蓮舫さんもねやっぱり政党中心だよね。であの小池さんが自民党と公明党、蓮舫さんが立憲と共産党、はい、でも都民の多くはさ両方とも嫌いなんだよねやっぱり無党派層が多いんだよ、この無党派層の連中をこの人が完全にキャッチできた、いうことですね、うん、はい、青チャンプさんにも聞いてみましょうか。あの青チャンプさんはその、まあ、その石丸さんのやり取りを聞いて、はい、まあ、怖いと感じたりする方もいるみたいな話もあって、はい、青チャンプさんどう受け止めてますか。私はもったいないと思いました、うん、私が石丸さんの立場だったらよっしゃ自分の考え言う時間来たって思って多分めっちゃ熱弁するんですよ、うん、だからもうせっかく振られたならもう自分のターンだと思ってガンガン教えてほしいなっていうふうに私は思いましたね、はあ、だけど東京都知事選に立候補してんだよ、うん、やっぱり当選するかどうかが大事なんだよ、うん、はい、自分で言ったことむちゃくちゃ言うならそんなもん出ない方がいい。その意味ではどういうことですか。もっと前のタイミングだったら、うん、そのタイミングが良かったんですね。でも終わった後なの で、うん、そであそこで熱弁振るってももう実は私として得るものはないんです。なのであの時の完全な目的意識は、ね、メディアの再起をどうやったら促せるのか、うん、で、あの端的に言うと結果としてですよ、アベプラの株は上がったんですよ。もっと言うと平石さんの評価は爆上がりしたんですよ。それはさておき、でもこれは何が言いたいかというと、あのメディアの優劣をもっと分かりやすくしたかったんですね。優勝劣敗が本当起きてしかるべきなのに、うん、メディアはまだ起きてないんです。特に地上波、テレビ朝日今回特番組んでなかったんですけども、うん、他のところがもう本当ねひどい手たらくだったんですよ。でそれをちょっと来た白痴のもとにさらして ね、あの時メディアの優劣で言うと、はい、一番ダメなメディア、レッドメディアどこ名前言ってちゃんと今回の例でいけば日テレです。で次が富士はまだ頑張ってた方かもしれないですね。これ記事になるよ、はい、でもそれはおそらくネットの評価がそうなってると思います。一方でもそこって僕組織で言うのは良くないと思うんですよ。多分その社員とかスタッフとかでダメなスタッフはいると思うんですよ。でも日テレ全体全員そのレベルではないわけだと思うんですよ、ね、まあ、選挙特番についてた、ね、僕は自分が一番ダメなメディアは NHK だと思う。そうだったらしいNHK、すごいなこの番組も。例えばもし次回何かに出馬するとかになった時にやっぱイメージとか気にするじゃないですか。そのことはあんまりいいやって感じ。あ、それはそれなので自分のために選挙やってないですし政治をやろうと思ってないので、とにかくこの国に何が必要なのかって考えたら、あの時はまず一義的には都知事選、うん、でそれが終わった後は次はメディアに対して自分ができる限りの影響をしたかさせたかったっていう、うん、でその時に横一列に並んでるんですよ、マスメディアとネットメディアが。でそれに同じように対応したら優劣が分かるじゃないですか、うん、た時に徐々に意識が変わっていってほしいな。そもそもね、ですから石丸さんはそのメディアとそして議会との戦いということが大きなテーマで市長の時にもやってこられたと。だからそれを、まあ、僕その石丸さんは石丸さんは頭のいい人だと思ってたんですけど、メディアの中で存在感を出すのであればメディアを敵に回すとかメディア自体の名前をその、まあ、指名するみたいなのって逆に良くないと思うんですよ。呼びづらくなるから。あ、なので結果としてメディアに出れなくなると、前回と一緒で小池さんがやっぱり票取ったのってテレビに出続けてるからじゃないですか。でも次回もこういった形でテレビのメディアがあんまり石丸さんを取り上げないってなっちゃうと結局マイナスになってしまうと思うんですよね。だから長期的には僕そんなんじゃないかなと思って、うん、ね、その見方はあると思います。今の回答は最悪だと思う。最悪だと思う。どうぞ、うん、こうやったらね、はい、つまり汚染しちゃいないよね、うん、なるほどね。すり寄ってっていうふうにも聞こえなくもないと。で、あの石丸さんがおっしゃったことって本田さんにも通じると私は思ってまして、つまりメディアをきちんとまあ鍛えると言いますか、うん、あのきちんと本気で向き合うということなんだろうと。だからおべんちゃらじゃないよということだと思うんですけど、本田さんここをどう聞きましたか、うん、僕は、まあ、あの石丸さんは不器用な方なんだろうなと思ってます、うん、
結局勝たないとでもいかないいけないようなシチュエーションでも結構自分を貫いてるシーンを見受けられるんで、多分そこってもしかしたら勝つどうこうよりも自分を貫くってことを結構徹底されてるなと思っているんですね、僕は、うん、僕は逆にそこバランスだと思っていて、自分を貫くところと、まあ言い方悪いですけど頭下げてでもこの試合は勝たないといけない、勝てるのであればその選択も取るかもしれない、うん、で極論ですけど、どんな頭下げてでも勝ってしまえば官軍になって、その後やりたいようにいくらでもやれるんで、そこでまたキャラ180度変えても自由ですし、そこがね本田さん難しいの、スポーツってのはね勝ち負けはっきりしてる、負けたら何言ったってダメなんで勝たなきゃ、だからこの人はそういうのは勝ってるから、そこがいや、選挙は勝ち負けはっきりしてて、石丸さんは負けたんですよ、全くはっきりしてない、政治の世界とか、はい、いや選挙は勝ち負けはっきりしてますよ、田村さん、ね、うん、どうぞどうぞ、だから面白い、うん、だから選挙は勝ち負けはっきりするけど政治はその後も続くから、そういうことじゃないよっていうのが田原さんの主張ね、はい、ありがとうございます。西山さんちょっとすごい激しくなっちゃってるんですけど入りにくいかもしれません、思うことご自由にいかがでしょうか、はい、初めまして、本当にね、もうこんな、はい、この状況で初出演って結構大体ちゃんとご紹介もせずすいませんというところなんですけど、いかがでございますか、はい、でもなんか議論をテーマにっていうことで始まりましたけど、うん、政治に対してはね素人なので、はい、あれですけど、でもなんかメディアのその選挙が終わった結果が出た直後のメディアで今回のその一件みたいなことが出たっていう時に、私はその一瞬の時間の限られた中で要約してご自身の意見を言うのに、こうその時のタイミングで適さないものが来た時にそこに時間を割く必要はないってご判断をされたっていうか、そのもう未来に向かれてるわけじゃないですか、はい、その時には結果が出て、はい、だからその一言が伝わり方だったりとか、あとは結局は切り抜かれてしまった、うん、その直後からの拡散の仕方によって、うん、今みたいな事態になってたり、うん、それがいいも悪いも、うん、ね、ご活躍、うんの ね、お忙しさにつながってると思うので、はい、ね、それをどう捉えるかだと思うんですよ、うん、だから他人が言うことでもなくご本人がどう感じられて今後のエネルギーにしたり利用したりっていうのは、うん、もう多分自分の中では終わりになる方だと思うので、なるほど、いや大事なご指摘ですよね、はい、つまりアテンションね、興味を引きつけるっていう意味ではものすごい引きつけて、その後メディアに出て、だって1ヶ月経ってこの話まだしてるんだから申し訳ないけど、そうそう、あの一瞬のやり取りがこれだけ大きくなるっていうことも、うん、それもご自身の力じゃないですか、おっしゃる通りだと思いますけど、あなたに聞きたい、はい、うん、なんで石丸さんは蓮舫さんに勝ってたんだと思う。お、確かにね、都知事選どうご覧になりましたかってところだと思うんですけど、いや、なんで、うん、まあ最初はね小池蓮舫の戦いだと言われてた、うん、メディアそういう描き方をした、石丸さんの前に出てなかった、うん、ところが蓮舫抜いて石丸さん勝った、うん、なんで勝ったんと思う、うん、石丸さんがもともと持たれていた支持者の方たちのその根強さと、それプラス初めて知られた方も多かったと思うんですけど、初めて知るからこそ人は興味を持ったり信じてみたいな、なんて言うんだろう、頼ってみたいなって思う、こう素人なりの方たちの思いとかも多かったんじゃないですかね。ちょっと歌いに行きたい、なんで蓮舫じゃなくて石丸さんに興味を持ったの、多くの人が。蓮舫さんは何年もこう発言されてる姿とかも見てるから、ある程度勝手にですけど見越す方たちも出てきたり、なんだろう、もっと知りたいっていうものが石丸さんの方が、そんなこと言ったら、うん、蓮舫さんなんかより小池さんの方がはるかに土地に何年もやってんだから、確かにそう言いながら結局勝ったのは小池さんだったっていうね、これをどう考えるか、小池さんは石丸さんに勝てて、うん、蓮舫は勝てなかった、うん、 それもありますね、どうですかね、だからなんか人間ってすごく、うん、なんて言うんですか、この狭間で、ね、興味心と安心感が両面あるとあるじゃないですか、うん、それで蓮舫さんと小池さんだったら、こう分かりやすく私の言い方で言うと、うん、お母ちゃんっぽく安心感があるのが小池さんだったんじゃないですかね、うん、なんかいや、この質問に答えるの大変なことですよ、もうものすごく立派ですよこの田原さんのツッコミに、うん、なんで代表して答えなきゃいけないのって感じだと思うんですけど、いやいや、見事なお答えだったと思います、うん、はい、どうですか安倍さん、ここまでどうでしょう。いやいや、もう僕は今日はさ、こう本田さんを紹介するっていうピュールドゥースに言われてきたんですよね、はい、あ、じゃあスポーツの話でもするのかなと思ったら、こう どういうメンツの方だったらこう
全然想像してると違う方向の議論のメンバーが揃っててちょっと非常にひよってますけど、うん、いやまあ、一つにまず思うのはまず、まあ、石丸さんの問題意識もその通りだし僕は以前もここでお話してますけど、はい、まあ、やっぱりこう地上波メディアがその選挙期間中とかあるいはその手前の報道に関して全然フェアではないし、うん、本来的にあるべきものでやれてないでしょうと。それは有権者が本当は知らなきゃいけない情報っていうのを地上波メディアを通して出せてないんだから、うん、そこの問題意識っていうのはまあ全く共感しますよという話が1点と、はい、うんうん、で石丸さんがそれで選挙終わった時にどう答えるかまあ石丸さんの自由なんで、うん、特段コメントないですと。で一つだけちょっと参考上というかこうまあ私が今思っているそのある種の選挙のこれからの勝ち方の一つの特徴として出てくるだろうなと思っているのは、はい、まあ、やっぱりこうメディア批判だと思いますね、うん、でこれはそのトランプさんがこうどうやって勝ち上がっていくのかみたいなことっていうのをまあ、追ってるドキュメンタリーっていうのがあるわけですよ、はい、でこれっていうのは実はトランプさんの手前に別のとあるそのプロレスラー仲間がとあるその州知事選みたいなのに出るところの応援をしに行ってずっと伴走してる中でいろんなことを気づくんですよね。でいろんなことを気づいてで実際その人がこうどうやって勝っていくかみたいなのを見てそれをかなり真似て今のスタイルになったって言われてるんですよ。でそれどういうスタイルかっていうと、まあ、とにかくメディアを批判する、うん、メディアはクソばっかだと嘘ばっか言うと、メディアな、メディア批判をする、メディアはクソであると、メディアは嘘ばっか言うと、うん、メディアを信じてはいけないと、うん、そういうことを言って信じるのは俺を個別で信じろということのメッセージでこうひたすら有権者に訴えかけたことによって勝ったその知事がいて、でそれを同じくそのままコピー&ペーストしてやってるのが今のトランプさんですと。でこれはアメリカでこう先行事例が結構何度か出てきているんで、まあ日本もこれからその選挙の勝ち方の一つとして、いやそもそもメディアおかしいじゃないですかと、でメディアのことを批判しながらそのメディアなんかも見る必要もないからネットを通して俺を個人で見てくれ、私を個人で見てくれという勝ち方が一つのトレンドになっていくっていうのはあり得る話だなと思います。石丸さんそれ意識されましたか？全く全くですか？多分 それは多分皆さんこう自然発生的に出てくるん でちょっと行きたい、どうぞ。そのね、はい、トランプさんがメディア批判するのは分かる、はい、ところが、うん、愛知県の小池さんはメディア批判全くやってないよね、うん、なんでトップになったの？あ、小池さんが勝った理由、まあ、それはちょっとね、はい、さっきの質問も思いましたけど、そもそも全部現象が勝ってる選挙ですと。現職が出た選挙においては都知事選っていうのは全部現職が勝ってますと、うん、でしかも小池さんはそもそもトファの支持層があって、うん、自民の支持層も今回取り込んでですから、はい、その何もなくても普通に勝つ大蛇相撲をしてましたと、うん、でさらには直前でいろんなばらまきの新しい政策もやってそれを通して自分の顔も売りましたという話で言えば、基本的に小池さん勝つという話の流れの中なんで、うん、なぜ小池さんが勝ったのかという問いは、まあ、それは勝つべくして支持層をまず固定票を固めて、うん、でそれに関して直前で票を配ってと、はい、ね、これ前のアメリカの大統領はバイデンなんだよ、ね、はい、なんでバイデンはボルトに負けて、はい、小池が勝つならバイデンが勝てばいい、うん、なんでトランプが勝つの？まあ、それはこれまず途中ですけどね、トランプさんとまあバイデンさんは、まあ、前回そうだし、まあ、まあバイデンさんは手も引いたけど、トランプさんもうバイデンさんは降りてこう、うん、副大統領の人が降りました。降りたのは、はい、バイデンが討論で徹底的に負けたから、はい、うん、これ勝負点負けに決まって石丸さんとか本田さんがいるから、そうそうそう、バイデンとかトランプとか、ありがとうございます、ひろゆきさんありがとうございます。そういう意味で言うと、石丸さんいらっしゃるんで、はい、田原さんの問いで言うならば、なぜ石丸さんは蓮舫さんには勝てたけど小池さんに勝てなかったのかっていうのはどういうふうにご自身の中で考えてらっしゃるんですか？もう今答え出てたと思うんですけど、現職の強さですよね。で東京都知事選ではやっぱり知名度勝負の面がかなり大きいと、はい、言った時に、小池さん蓮舫さんっていうのは、まあ、スタート地点からかなり有利だったっていう、そこですよね。で小池さんと蓮舫さんの勝負で言えば、それは国政の支持率そのままじゃないですか、ほぼ、はいはい、自公があって、うん、立憲共産随分水、はい、開けてますよね、そのままじゃないですか、うん、で唯一違った動きが自分だったとすれば、それはそこにない無党派層っていう、それが、まあ、知名度がないながらもネットの力、あとはこれなんかよくネット戦略とか言われるんですけど、何よりも地上戦をやったつもりではありますよ、ね、うん、おっしゃってる通り、はい、うん、それが含めて、ね、うまくポリシミックスで効いたっていうだけじゃないか、うん、とはいえ届かなかったっていう部分もあるということです、はい、でもそのなんか石丸さんってその200箇所ぐらい街頭演説やって、で20代30代40代だと確か石丸さんが一番票取ってるんですよね、若い層にね、でネットでもできる限りのことやりました、うん、にもかかわらず現職にやっぱ2倍ぐらいの差がついちゃったわけじゃないですか、うん、そうするともう誰がどんだけ頑張ってもやっぱ若者勝てないんじゃないのっていう、なんか無力感をむしろ感じちゃったんですけど、それどう思います石丸さん？現時点でそうなんだなっていう、私もひろゆきさんと同じ受け止めです。ただ例えば次の都知事選、それだけで4年経ちますよね。4年世代がアップデートされるんですよ。例えば今の60歳の人、もうほぼ全員スマホ持って LINE 使って YouTube 見てる人たちが
64歳になるっていうのを考えたら、だんだん時代は若い者に対して有利には変わっていくと思います、うん、今回もその現象が現れているというか、はい、まあ、変わってきているという手応えもあるということですね、はい、ありがとうございます。その上でもう一回本題に戻していきますけども、まあ、要はどうやって話し合っていくかっていうことが大きなテーマなんです。特に意見とか価値観が違う人ともはや話し合えないと、お互いに罵り合うということが、まあ、あの田原さんもおっしゃるようにアメリカでも起こってますよということなんですが、その意味で言うとですね、あのメディア対応は石丸さんは石丸構文と呼ばれていまして、まあ、あのそれを良しとするメディアもあればですね、一方で、まあ、あのおちょくるかのような表現をしているところもありますと。石丸さんはこの現象にこういうことはどう見てらっしゃるのか、ご自身ではどう感じているんですか。石丸構文構文と言われてっていうようなことを含めて、石丸慎一個人としては極めて不快です。はい、それはだって一生懸命でパフォーマンスを上げて、上げようとした人に対して、その言動を面白おかしく茶化すっていうのは、自分としては絶対やりたくないです。はい、ただそれはこの自分がやろうとしてるやってきた政治のエンタメ化、そのためには必要なコストなのかなと、その先に生まれる価値があると信じるので、許容するという、この利益より社会の利益が上回るので、普通は政治家に自分の名前がついたこういうネーミングないですよ、石丸公文っていうものがこんなに広がったっていう、新次郎公文がありますよ、新次郎が先、ちょっとね、新次郎が大先輩のね、石丸さんにグラに行きたい、次の都知事選にまた出ますか。可能性はあります、まだ決めてないです。ぜひ出てほしいここで早いですいやこのね、次の都知事まで4年間あるんだから、その間に懸命にね頑張ってほしい。ほんで今度は小池さん抜いてほしい。励みます、頑張って。番組終わっちゃうからね。本題に戻して話を聞く人とか最後の方にもう一回ね話していける。本題に戻しますけど、その要はあの小池さんを支持した人が自民党公明党で、蓮舫さんはじゃあ立憲とかで、で今まで投票しなかった人が103っていうので、お互いの考えを話し合いで変える場っていうのが本来であれば、じゃあ候補者討論会であるはずなんですよね。お互いの主張をして、あこちらの方が確かに意見正しいなとか、あじゃあこうだから意見を変えよう。でもその話し合いの場というのをもうメディアが提供しませんという時代になっちゃったわけじゃないですか。あれは違う。そうすると議論をして話し合いをすること自体がもう無駄になっちゃうんですか。できないんじゃないですか。候補者討論会に出るのを規定したのは小池さんなんだよ、メディアは、あの候補者討論会やろうとしたの、小池さんが否定したんだよ、いやでもできなかったのは事実なので、実際じゃあ強い人はやらない方が得だよねっていうのを今回証明したわけじゃないですか。したら次回多分他の地域でも現職はやらないで逃げ切るってなっちゃうと思うんですよ。で話し合いをしないっていう社会が作られるっていうのはどうなのかなっていうのを本田圭介さんどう思います、確かに守りの選挙の時にね、そういう討論会は出ない方が得だって考え方もあったりしてみたいなこと、どうですかね、まあ戦略の一つだとは思いますけど、まあでも、それもちゃんと国民が、あのいわゆる都民が、あのそういうふうに逃げてるなとかっていうのも判断しないといけないですよね。はい、例えば、チーム作りみたいな中で言ってもですね、やっぱりこう相手を論破したりとか、跳ねつけちゃうとチームは回らないみたいなことがあると思うんですけど、どうやって話し合いを進めていくのかみたいな、しかもこう継続的に話していく、チームを作っていかなきゃいけないとか、そういうコミュニケーションってどういうふうに思いますか。そうですね、いろんな議論を政治家の人たちやこういう報道番組でも見てて思うのが、その問題の本質をすっぽかしながらサブプロブレムをどんどん立ち上げて、そのサブプロブレムを解決する次のサブプロブレムで議論が肥大化したりするってことが、もうこれはもう日本全体に広まってると思ってるんですよ。でも意味わからんとこでも戦ってて、意味わからんとこで熱くなってるんですけど、もうちょっとやっぱり常に、いやもうそもそもの本質っていう、このそもそも論を常に解きながら、もう意味わからんことでずっと時間使って、もう聞いてる方もしんどくなるんで、で抽象論は僕よくわかんないんで具体的に言いたい。例えば日本の総裁選で自民党が勝っている、この、 総理大臣選ぶ総裁選で問題の本質がなんで出てこないの、言ってる意味が全然わかんないです、ごめんなさい。田原さん、田原さん今日司会じゃないんすなので田原さんが本当田原さん司会大丈夫です、いいんですよ、ただ言ってる意味が本当わかんないです。というのはね、どうぞ。やっぱり今度ね、裏金問題で、この国民はもう自民党に対する不信感、もう決定的にも高いんで、で世論調査を見てみんな政権交代、にもかかわらず
原理的に政権交代は起きない、うん、なんだろう。それがだから本田さんおっしゃるように枝葉の議論ばっかりしてるっていう、ね、うん、本筋のところの議論になぜならないと、ね、枝葉にどんどん、うん、石破さんどう思いますかこの話。政権交代のところ、いやというよりこの議論がこう枝葉に移るみたいなことを含めてありようがおかしいんじゃないかっていう本田さんのご指摘なんですけども、これも同意しかないですね、はい、まさにそれをね、何を議論してたのかっていうのがよく置き去りにされますよね、はい、うん、でもそれはね、また安倍さんの言葉を借りるとメディア批判を私がやる理由なんですよね、うん、大事なこと何なのか分かってますっていう、はい、国民の目をそっちに向けさせてあげないと、うん、みんな迷っちゃうんじゃないかなって心配してます、はい、だからその話についていけないみたいな人も含めて、この世代間の格差もあれば、まあ、男女間もあるっていうことで、とにかくいろんな部分でこの分断が生じて話し合えないみたいなことをどういうふうに考えるかっていうのがまあ大きなテーマになってくるんですけど、青ちゃんさんこうなんかだからそのなんか石丸さんって、その石丸さんの石丸さん公文って言われる方をするんですけど、言葉の定義を結構大事にする人なんですよね。なのでその定義がお互いにあった上話したら多分ちゃんと話ができるのに、定義の前の段階でお互いにきちんと言葉の定義をしないでメディア的な時間制限ではい終わり次ってなっちゃうから、なんだか分かんない時間が終わっちゃうになるんですよ。だからきちんと言葉の定義を明確にして話をする人だっていうのを分かって一つ一つ積み上げるっていうのをやらない側の問題もあると思うんですよね。ただそれがあんまりやる人いないんですよ。学会とかだと普通にやるんですけど、メディアってなんとなく雰囲気で気持ちよく喋って何も結論を出さないで終わりっていうので、まあ CM 流れて終わりってなるわけじゃないですか。でもそうじゃないものを石丸さんやろうとすると、やっぱりきちんと定義をはっきりして、これはやりたい、これはやりませんってはっきりさせたい人なんだと思うんですよね。なのでその話し合いについていけるメディアと人が少ないっていうこともあるのかなと思ったんですけど、うん、で石丸さんどう思います？おっしゃる通りですね。でもそれをこれ別にベンチャーで言うつもりじゃないんですけど、アベプロはちゃんとやってのけられてたわけですよ。なんでネットメディア、この番組ができるのに地上波ができないんだって、それは意識の緩みでしかないと思います。どういうこと？選挙特番の時に、選挙特番の比較の中でインタビューを8分刻みぐらいで、うん、一通り各メディアがインタビューするんですけど、はい、で同じこと聞かれてもいいんですけど、うん、同じような質問でもちゃんと聞いてるところと全然聞けてないところがあるんですよね、うん、何が違うのかっていうと、まあ、そのスタッフの個人、コメンテーターの個人の問題もあるかもしれないんですが、やっぱりトータルで見るとその番組、テレビ局が普段どういう意識で番組作ってるかが現れたんじゃないかな、というかそれを可視化する必要があると思ったので、うん、横並びになってる時に一通り一掃してみたっていう、うん、西村さんはそう感じたっていうことですね、はい、ありがとうございます、うん、アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。